Oi, o que o miram já? Quando a mima chega já na sa saúde. Doko, doko? Watashi mo miru! もうちょい東だ。岬の向こうへ回ったようだな。あれがここ最近噂になっていた幽霊船とやらだ。 何が必要ですか？またどうぞ。
ら何かありますね。
よし、やるか。それ。来た。これは大きそうだ。まあ、こんなものか。それ。これは見事だな。
何かあるぞ。さあさあ、食ってくれ。すまない。自己紹介が遅れたね。改めて、僕はアリスンの夫で、仕立て屋のエドという。とにかく、すぐに妻のもとに案内してくれるかい。上出来だ。アドル。ああ。
やっぱ水漏れしてやがる。誰だ雑に組みやがって。一度バラして組み直すしかねえ。アドル、2番の工具をよこしな。すごいな。俺は必要なことをやっているだけだ。ロムン本土にはまだまだ凶悪な指名手配犯が言いやがる。俺は必ず戻ってそいつらをお縄にかけなきゃならねえ。今回みてえなことを繰り返さねえためにもな。ああ、こんな島でもたもたしてるわけにはいかねえ。アドル、お前にはこれからも手を貸してもらうぜ。そうそう、こいつは機密だし独り言だ。任務で謎の異変が起きた地域を調査したことがあるんだが、周辺を洗ううちに面白いことが分かってな。エステリア、フェルガナ、それにセルセタ地方、いずれも赤毛の剣士とかいうやつが現れて解決に一役買っているってんだ。最近じゃサンドリアにも現れたって聞いたが、真偽はどうだかな。まあともかく海軍のお偉方には興味を示してる方もいるらしい。もしかするとお前さんとは長い付き合いになっちまうかもな。何のことだ。今はこの島を出ることが先決だろうな。とっとと仕事に戻るかね。これはとっておきよ。これはとっておきよ。これはとっておきよ。あれ、もういいの？アドル。
これアドルにあげる。どこでって、私は商売人よ。もともと持ってたに決まってるじゃない。それはともかく、アドルは島から出た後も冒険でいろいろなところへ行くのよね。てなわけで、新しい冒険先で何か珍しい品物を手に入れたら、これまでと同じ要領で私のところにじゃんじゃん持ってきてちょうだい。まずは今渡した10万デニル分、どうかよろしくね。やれやれその様子だとアドルも断れないと分かってるみたいね。残念だけど、すでに契約は成立済みよ。解除するならそうね、違約金は20万デニルってところかしら。分かったら黙ってお宝を持ってきなさい。って、あ、ごめんごめん、契約ってのは全部冗談だから。アドルの反応が楽しくてついつい悪乗りしちゃったわ。実は何かしらの形でアドルに感謝を示したくってさ、私に用意できるのはお金くらいだってこうしたの。だからそれは気にせず取っておいて。なーに、それくらい島から出たら一瞬で稼いでみせるんだから。まあそれでもいらないってんなら、どこかに捨てるか寄付でもしてちょうだいそれじゃあ引き続き頑張ろうね。